皆さんにご報告があります。私コピは1週間禁酒します。お酒がね、実は大好きなんですよ。毎日お酒を飲んでて、毎日夕飯の時はご飯とお酒っていうセットがルーティーンだったんですけど、まあそういう人間が急に1週間お酒をやめてみたら体と心にどんな変化があるのかっていうのをちょっと個人的に知りたくて動画の企画にさせていただきました。せっかくね1週間も禁酒するんだから自分の中でルールを決めました。まず自炊をする。で、割と体にいいものをちゃんと取り入れようかなと思います。そしてもう一つ、お酒の代わりに使ってた金額を他のものに使います。これでどれだけ自分の心が充実するのかっていうのもちょっと知りたい。で、ちょっと最初と最後に体重測定をします。最近ね3キロ、いや5キロぐらい太ったのよ。ちょっと痩せたいなとは思っていたので、まあいい機会かなと。禁酒終わりの一口目の動画、次の動画かな、次に出る動画で出しますので、これ禁酒後にね私がどうしても食べたいものがあるので、それちょっと食べたいかなと思う。1週間飲まないとコピーはどうなるのか検証したいと思います。コピチャンネル。はい、禁酒前の体重を測っていきたいと思います。44.3キロ。まあ150センチで 44.3キロ、まあ普通って感じ。コピチャンネル。はい、こちらが1日目の食事ですね。餃子の皮にささみほぐしたやつとチーズと大葉を巻いて焼いたやつで、飲み物は野菜ジュース、ビールに合うおつまみみたいなものを作ってしまった。飲みて、いただきます。うまっ。そしてね、揚げ物食べてるからね、あのビールが飲みたくなる。やっぱり野菜ジュースで乾杯。今日もお疲れ様です。あー美味しい。やっぱ健康的だね。うまい。いくら飲んでも酔わないっていいかもしれない。うまい。あの1日目の感想なんだけど、今のところはね大丈夫。いや飲みたい。今日お酒の代わりに買った購入品はこちらですね。カチューシャ買いました。全部ね300円だった。あと、こっちは靴下屋の靴下、まあ、白は2足ぐらい使うでしょってことで、白とあとベージュ、これは3足で全部で1000円。なんか充実し始めちゃったんだけど、どうしよう。コピチャンネル。トーストの上にこのポテトサラダ、これを乗っけて食べようかなと思います。ということで禁酒生活2日目、いただきます。ちょっと金属アレルギーでここちょっと赤いんですけど、気にせずすいません。乾杯。今日も野菜生活。2日目の感想としては、もうすでに酒が飲みたい。めっちゃ飲みたい。あの冷蔵庫にストックがあるんだけど、それを見るたびにね、でも我慢してます。今日お酒の代わりに買った商品はこちらです。これはねおせんべいの詰め合わせ、知り合いがお店をオープンするということで、ちょっとお祝いに買ってみました。あの2日目で分かったことは、めちゃくちゃ寝起きがいい。今日4時に起きた。でもね眠くなかった。あんまりめちゃくちゃ飲みたいなっていう気持ちはあるけど、禁断症状はまだ出てないです。残りの日数も頑張りたいと思います。よし。コピチャンネル。3日目のご飯はこちらのプレートでございます。残ってたポテトサラダと、まあ、きゅうり丸かじり、あとトマトと生卵、あ生卵じゃない、最近あの野菜丸かじりするのにね、このマジックソルト、クレイジーソルトかけて食べるのちょっとハマってるので、あと今日は野菜ジュースじゃなくて炭酸水にしてみた。お腹が膨らむかなと思って。今日お酒の代わりに買った購入品はこちらです。ドドン。ギリシャヨーグルト、これすごい美味しかったし、タンパク質やっぱ大事かなと思って、あとまた炭酸水だね。これは本当にお腹が膨らむので炭酸水ダイエットみたいな感じで、あのいつもオレンジのやつを買うんだけど、今回はアップルサラダ、ちょっとリンゴが強めなのかな。こんな感じでいただきます。食べてるところが取れてなかった。なぜかね3日目ぐらいになってくると、お酒を飲まなくてもいけるんじゃないかという感覚になってくる。まあただこの日は炭酸水だったからかもしれない。コピチャンネル。禁酒4日目木曜日でございます。お酒めっちゃ飲みたい。めっしかも作るものがだいたいお酒のおつまみになるようなものを作ってしまう。ご飯を炊いたんだけど、ご飯がべちゃべちゃになってしまったので、あのご飯で
ごまチップスを作ってみました。ちょっと失敗したご飯でね。ちょっと作り方はあの TikTok に載っていますので、よかったらチェックしてみて。ほんともうおつまみみたいなね酒飲みてーってなるんだけど。いただきます。お味はどうでしょう。うん、おいしい。ごまが効いてて、ただこれにレモンサワーとか絶対合うんだろうなと思う今日はトマト、まあ、最近ハマってるギリシャヨーグルト、これは高タンパクなので、私が一番好きな食べ物はタンパク質なので、ね、トマトの丸かじりがめちゃくちゃ好きなんよ。うん、うまい。ちょっと禁酒してる時間ね、やっぱお酒を飲む時間、なんかの時間に当てたいなと思って、そうだ、本を読もう。本を読んでおうち時間を充実させようかなと思って、ハッピーなお話っていうよりは憂鬱を酒で抑えるみたいな、あの性に溺れるみたいなね、刹那的な話が結構好きなので、そういった本たちをちょっとたくさん買ってみました。残りの禁酒生活も頑張って楽しみたいと思います。酒飲みて今日お酒の代わりに買った購入品はこちらです。本をめちゃめちゃ買いました。限りなく透明に近いブルー、コインロッカーベイビーズ、1ミリの後悔もないはずがない、僕たちはみんな大人になれなかった、1日1位は読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書。あの朝読書の時間をね設けようと思って、午前中は読書の時間にしようかなと思ってます。コピチャンネル、はい、禁酒5日目ですね。酒が飲みた。あとなんだろう、なんかね、体調が悪い、気持ち悪いとか吐きそうとかそういう感じではなく、だるい。3日目あたりまではお酒ない方が割と早く起きられるしいいかもって思ってたんだけど、5日目に関してはやっぱりお酒がないと自分自身ちょっとあれ、まだアルコール体内に入ってきてないのかなみたいな感じで、今日はビタミン野菜で乾杯です。いただきます。お疲れ様です。今日も美味しい。キュウリと生ハムのユッケを食べます。いただきます。うん、美味しい。今日はこれ朝ごはんみたいなプレートになっちゃったんだけど、卵とトマトとウインナーだね。いただきます。5日目になって分かったことがあるんだけど、なんかご飯の味がちゃんと分かるようになってる気がする。いつもよりご飯を美味しく感じる。うわ、ご飯だ。ご飯の一粒一粒が分かるような感覚っていうか、お酒を飲まなくなってから私ってもしかしてお酒で現実逃避をしてたのかもしれないなってちょっと思った。考えるのがめんどくさいとか、いやもう頭パンクしそうみたいな時に現実逃避としてお酒を飲んでた気がする。なんかちゃんとお酒を飲む時間を他の仕事に当ててるから、ちゃんと仕事をして、でまた明日も頑張ろう、よし今日は早く寝ようみたいな感じで、ちゃんと自分の中でこうスイッチの切り替えっていうか、縮みがついてる気がする。やっぱお酒を飲んでると頭回んないんだね、やっぱ。うん、今日お酒の代わりに買った購入品はこちらです。これね、テレビの裏に LED ライトをつけてるんだけど、これ部屋今真っ暗な状態なんだけど、真っ暗な状態でこのテレビだけに明かりがぼわっとと思って、これすごいおしゃれなんだよね。色もね、こんなたくさん変えられて何通りにもできるっていう優れものを買ってしまいました。これ今テレビの裏につけてるんだけど、なんか棚の裏とか何でもいけるみたい。めっちゃおしゃれ。どうでしょう、どうでしょう。これで映画見たり MV 見たり YouTube チェックしたりしようかなと思っております。コピチャンネル、禁酒生活5日目です。はい、今日はこれしか食べてない。お酒を飲まないと本格的にダメかもしれない。はい、ということで今日のご飯は、少し前にね、素晴らしき世界っていう映画を見たんだけど、そこでね、卵かけご飯を食べるシーンがあって、それがめちゃくちゃ美味しそうなの。でそっからなんか卵かけご飯にハマってしまって、私特製の卵かけご飯は卵に海苔をかけて、味の素、粉末と、そこに醤油で、あんまりね混ぜない。いただきます。うわ、飯テロ。うまっ。うわー、幸せ。生きることはな、おいしい。ちょっと小食になった。なんだろう、なんかすごいいい子になった気分。片付けとか掃除とかが苦じゃないかもしれない。いいかもしれない、禁酒生活。でもね、これ多分ね、開けた後のねお酒また飲み出しちゃったよね、あの頃思い出すのよ。もうダメなんだよね結局。お水で乾杯です。うわ、物足りない感あるな。
あ、でも残り1日か。残り1日経ったらもう美味しいお酒が飲める。頑張ろう。今日お酒の代わりに買った購入品はこちらです。ちょっと美意識を高められるものを買いました。フィアンセのボディミルクです。お風呂上がりに全身に塗りたくると本当にいい香りで眠りにつけるし、ちょっとねふわっとした香水って感じで使えるのでめっちゃ好きです。保湿もされるし、これで頑張りたいと思います。コピチャンネル、ついに禁酒生活7日目の夜。よっしゃ。いや長かった。やっとやっとこれが明日飲める。ってことで今日のメニューはまずかまぼこ、ピーマンの肉詰めに見えるんだけど、これはピーマンのシーチキン詰めです。シーチキンとクリームチーズを混ぜて詰めました。で、ごまとラー油をちょっとだけかけて、醤油でちょっと焦がし醤油って感じで味付けしました。いただきます。ほんとつまみみたいなもん作っちゃうね。うわ、うまい。クリームチーズ入れたからちょっと洋風になったわ。ここ、うん、キウイ。もうね、7日目まで来ると ね、自分が何なのか分かんなくなる、うん、でもいろいろ発見できたな。キウイ、おい、うま。はい、最近ハマってるビタミン野菜で乾杯です。お疲れ様です。気持ちの変化的にはね、なんかプラスにもマイナスにもなってないって感じやっぱね、変な感じ、うん、自分が自分じゃないみたいな感じがします。5、6日目が一番しんどいかもしれない。うわ、あと2日かあと3日かっていう時が一番しんどい。もう7日目まで来ちゃうと、もうこれ最後だから、明日には飲めるんだって思うと、なんか結構ね気持ちはもう上がってきてます。最終日、お疲れ様でした。明日楽しみ。それでは運命の計測タイムです。よし、